逆に言うと、人の気持ちが理解できた上でそれを平然と握りつぶせる人間。人狼がそんな人間なら、村人チームの勝つ目は厳しいだろう。だって、私が最後に見たものは、人狼の、笑っている顔だったんだから。おお。あ、おはぴよー、どうも、ひなぴよです。それでは本日も人狼ゲーム8つ目の滞在の実況プレイやっていきたいと思います。なんか急にクエスチョン出てきてちょっと今困惑してしまった。クエスチョン。読者の方に質問です。本日の処刑者は人間？人狼？予想をお願いします。人間、人狼。そうだなぁ。普通に考え、普通に考えたらその人狼かなっても思うけど、そうだなぁ。小田さんがなんか狂人のふりして人狼とかあり得るかなって思うんですよね。割と。だって自分の命かかってたらなんか役職うんぬんとかじゃなくて、聖火ちゃんの場合だったら、なんか死にたくないなって思うと思うから、人間だったんじゃないかな、と思います。ということは、人狼がまだ二人残ってるんじゃないかな？どうだろうか。人間を選択しました。まあこれストーリーに影響ないみたいなんですけどね。チャプター10、神。さーて、桐生聖火の死体は、円卓に戻ってきた。死体放置されちゃうの？これもしかして。聖火ちゃんもハイジ君ももしかしてそのままその辺に死体あるってこと？その状態で話し合いすんの？超やだね。綺麗だった髪はボサボサ。悪臭。顔の肌も焦げたように変色していた。どれほどの電流を流されたのか、ひどい死にざまだった。いやあ、唖然、恐怖、悲鳴。一歩間違えれば誰もがああなった可能性がある。静かに涙を流している者もいた。死体を隠す幕が降りるように部屋が真っ暗に落ちた。なんだ？明かりが。容疑者を処刑したにもかかわらず、恐ろしい夜がやってきました。各自、夜のアクションを行ってください。暗い部屋の中、自身の腹元にモニターがおぼろに光る。映っているのは、先ほどの円卓を囲む10人のアイコン。清水ハイジに続き、桐生聖火のアイコンにも罰がついていた。役職によって夜のアクションは違います。まず占い師の方は、最も怪しいと思う人物を一人選択してください。その人が人間か人狼か表示されます。あくまで二択で、役職を持っているかまではわかりません。続いて霊能者の方、あなたは先ほど処刑した人物が人間か人狼か表示されます。あくまで二択で、役職を持っているかまでは分かりません。あ、やっぱり前島さんがパッと出てくるってことは前島さんが霊能者なのかしら。騎士の方は今夜人狼の襲撃から守りたい人物を選択してください。守った人物と人狼の襲撃先が被った場合、ガード成功。犠牲者はなしです。騎士はまだ生きてるだろう。大事な役職だ。誰が騎士で、ガード成功は起こせるのだろうか。そして、人狼の二人は、今夜殺したい人物を一人相談して決めてください。
タッチパネルにタッチ式のキーボードが表示されたでしょ。それで相方といくらでも話し合っていただいて構いませんよ。人狼の役職の醍醐味は、襲撃先を仲間と相談すること。あいつは残したくない。そいつを殺すと疑われる。あえてこいつを噛むか?今頃、いろいろ話してるのだろうか。部屋は暗く、モニターの光くらいじゃ隣のやつですら何をしているのかわからない。存分に話し合ってくれ。そして、それ以外の村人と狂人の方は、怪しいと思う人物を一人選択してください。翌朝、一番怪しいと思われている人物を公表します。これはおまけ。プレイヤー全員にタッチパネルを触らせる行動を取らせるためだ。部屋は暗いが、役職だけタッチパネルをごそごそ触っている状況を避けるための措置。みんなやっぱ黙るよね、こういう状況。この中に騎士がいるわけだな。人狼も一人いるわけだな。皆さんよろしいでしょうか。全員の操作完了を確認。今夜の人狼のターゲットが決まりました。その人物とは。暗闇の中、円卓が回り始める。同時に狼の牙の口が開いていく機械音。誰かが今日、あれの中に引き込まれる。やめて。怖え。神よ。来んなよ。頼むぞ。やだ、助けて、騎士さんお願い。いやー、メイコちゃんを守る人はいないだろうな、多分。大丈夫。俺は大丈夫さ。さて、誰に来る?つくもさん噛む必要はないよな、多分な。全員が恐怖し、祈っている。しかし、この中には選んだ側が確実に混じっている。全くわからない。このゲームの人狼は演技がうまいかもしれないな。ゆっくり円卓の回転が止まった。もう全員、自分がどこにいるかわかっていないだろう。今、狼の牙の前にいる者が今夜の犠牲者だ。さて、誰がやられるだろうか。その時、確かに感じた。こんな暗闇の中で、何を根拠にと思われるかもしれない。でも第六感、肌で感じたんだ。恐怖、懇願しているプレイヤーの中で今確かに、笑った者がいた。ぬ?椅子ごと勢いよく引っ張られる音とともに。やめろ!ギャー!今、ぬだから、小田さんじゃね?いや、小田さん?違う?え、違うな。小田さんか、なんだっけ?名前忘れちゃった。正蔵さんのどっちかかな。どっちだろう。正蔵さんっぽいなぁ。やだなぁ。男の悲鳴が部屋中に響いたのであった。どっちだ?もうこれ絶対、絶対正蔵さんだ。始めたのは何年前だろうか。きっかけなど、取るに足らないものだったろう。妻との冷めた関係や、娘が思春期に入り、私を無視し始めたことや、さらに大した仕事もやらせてもらえず、知名度もなく、私は誰かの人生の脇役だと感じ始めた頃だったかもしれない。
女子高生を買うのは楽しかった。なんだと？うん、最高だったよ。そう？ありがとう。やっぱり現役の JK は大好きさ。どこかで関わる機会があっても下心を持たずにはいられないくらいね。お金ここに置いておくよ。ありがとう、おじさん大好き。私も大好きさ。いつもありがとうね、アスカちゃん。アスカちゃん、あ、本当だ、シルエットがアスカちゃんだ。なんてことだ。いえいえ、こちらこそ。アスカちゃんって私と違い、表裏なさそうだな。学校でもそんな感じなのかい？めっちゃ近づくじゃん。いやいや、裏表あるよ。何でも話せる親友は作ろうとしてるけど、基本嘘つきだよ。こりゃ一本取られたな。彼氏とかはいるの？いないよ。でも私だって好きな人はいるよ。ま、年頃の JK なんて誰でもいるだろうね。でも叶わない恋だから寂しくてこんなことしてるのかも。そうかい。おっと、もうチェックアウトの時間だね。もう3時か。こんな時間に家に帰って大丈夫なの？妻は帰省、ん？あ、今絶対アスカちゃんだった。ごめんなさい。ちょっと見よう。もう3時か。こんな時間に家に帰って大丈夫なの？妻は帰省中で、娘は寝ていたから大丈夫だよ。か、オッケー。その後、アスカちゃんを送り、うちに帰った私は驚愕した。うちに強盗が入っていた。幸い取られた金額は大したものではなく、犯人もすぐに捕まった。警察に聞いた話、犯人の男は噂に聞く詐欺師ミスターハロウィンに結婚詐欺で全財産を奪われ、闇金の金を返すために強盗に至ったそうだった。ミスターハロウィンって、男でしょ？だって男にミスターハロウィンが結婚、ミスターハロウィンってミスターだけど女ってことかな？どういうこと？しかし、問題は別にあった。娘は強盗に脅されたらしく、心に深い傷を負ってしまっていた。そして私は、警察にも妻にも問い詰められた。娘を置いて深夜にどこに行っていたのかと。焦った。人生最大の憔悴だった。なんだその顔。可愛い顔してんじゃないよ。それ焦ってる顔じゃないでしょ。私は答えた。強盗の侵入に気づき、いち早く逃げたのだと。生涯最高の演技だった。その日から、妻も私に口を聞かなくなった。私は思った。よかった。これで JK とのお楽しみはまだ続けられそうだと。やっぱな、舞台俳優ってろくな人いないや。いや、まあこれは多分正蔵さんに限ったことだと信じたいけどね。演技をする仕事をしていてよかったとも初めて思えたことだった。演技とは無から生む迫力。その才能は人間性と反比例する。要は嘘をつくことが平気か否かだ。私は心の底は中途半端な人間だった。演技が必要なこのゲームの人狼たちはそこがどうなのか気になっておいたが、それよりも妻や娘との関係、果てはその娘の心の傷よりも優先されるもの。私の滞在、色欲。
私が唯一主役であると感じられる時、もう一度 JK を抱きたかった。私の最後の思いはただそれだけだった。普通に最低親父だった。斉藤正蔵死亡。1日目、夜のターンにて人狼から襲撃。1日目、夜のターン。わあ、これで終わっちゃうのかい。そっか。はい、ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。あららららら、なんか続きに勝手になっちゃったぞ。まあ、これはまた次回撮っていきたいと思うので、まあ、よろしくお願いします。正蔵さん、やっぱりろくな人じゃなかったですね。っていうか、このゲームに参加してる人全員ろくな人じゃないと思うんだけどね。まあ、2日目どうなっていくのか楽しみですね。ご視聴ありがとうございました。それでは、おつぴよでーす。